群馬県の皆さんはじめまして、私は茨城県にあります UFO 会栗田病院広報担当の進藤といいます。栗田病院は茨城県の県央地域に根ざした205床の精神科病院です。従来の精神科薬物療法に加え、患者様同士のグループ活動や集団精神療法を取り入れ、それらを通して新しい精神科医療の形にチャレンジしています。症状を緩和することはもちろん、患者様が自分の病気や自分自身と向き合えること、そして私たちもそういった患者様の心に寄り添い、患者様の思いや訴え、その背景にある気持ちを十分に聞き理解するということを治療の目標に掲げています。私たちの挑戦はまだ始まったばかりです。しかし皆さんも栗田病院で働くことで新しい精神科医療の息吹を感じられ、共に成長できると私たちは信じています。少しでも興味を持たれた方がいらっしゃいましたら、まずは病院ホームページをご覧ください。病院見学会も実施しておりますので、ぜひ一度私たちの職場を見に来てください。こちらも詳しくはホームページをご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。